なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ。そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ。俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんという奴だ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんな奴は初めてだ。まあ別にいいけどね。おい。逃げろ。ベジータ。さあ、俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったら、バビディの思うつもエネルギーを吸収され、確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君をオラに本気を出させるために、わざとバビディの術にかかる自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと貴様は俺と戦わん。たった一日で貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに、邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことでこんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。オラはベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというなら、この私を倒してからになさい。お父さん。わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパッ。あなたたちは心置きなく対決なさい。私と孫悟飯さんはこの入り口を壊してバビディやダーブラたちと戦ってきます。ショックを与えて魔人ブーが出てしまってもしょうがないでしょう。どうせならあなた方のダメージエネルギーを吸ってフルパワーにさせてしまうよりはマシですから。運が良ければ復活を食い止めることができるかもしれませんしね。ベジータ、やめさせるんだよ。邪魔者は始末しろ。やれやるんだ。断る。海王神たちが何をしようと、俺の勝負には関係ないことだ。何？もう一度だけ言うからね。海王神を片付けてしまうんだよ。さあベジータ。言ったはずだ。俺はカカロットと戦いたいだけだと。俺は
誇り高きサイヤ人の王子なんだ。貴様の家来になんかなってたまるか。体と心は支配されても誇りだけは思い通りにならんぞ。信じられない。バビディに支配されながら逆らうことのできる人間がいるとは。それほどまでオラと決着をつけたかったんか、ベジータ。こんなこと初めてだよ。なんというプライドの高いやつだ。構わないではありませんか、バビディ様。どちらにしてもあいつの役目はエネルギーを奪うことなのですから。むしろ海王神たちはこちらに呼び寄せた方がよろしいかと。無理に船に衝撃を与えられて魔人ブーがパーフェクトな力を持つ前によみがえっては面白くありますまい。なるほど、そうだね。パッパラパー、お、ようこそ。ベジータ、やるか、ベジータ。おあつらえ向きのいい場所だ。そう思わんか、カカロット。おめえからダメージを受けて魔人ブーのエネルギーにしたくねえ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみだ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。さすがだな、あの時のご飯以上のパワー。くらっ、こりゃ早く終わりそうにはねえな。行くぞ、殺してやる、カカロット。この世で相当の修行したつもりだがな、全くの互角なんてよ。おめえはオラ以上に修行してたんだな。違う。それからな、決心した。俺も奴に支配されれば貴様との差がなくなるんじゃないか。その通りだった。気に食わない手段だったがな。
けやがって。昔の俺に戻りたかったんだ。残忍で冷酷なサイヤ人の俺に戻って、何も気にせず貴様と徹底的に戦いたかったんだ。気に入らなかった。知らないうちに貴様たちの影響を受けて穏やかになっていく自分が、俺ともあろう者が家族を持ち、悪くない気分だった。居心地のいい地球も好きになってきてしまっていたんだ。だから元の悪人に戻る必要があったんだ。おかげで今はいい気分だぜ。本当にそうか？